焦ったらこいつだせん。焦ったらこいつだせん。焦ったらこいつだせん。始まっとんかもん。勝ってみよう。メンバーが来ました。
Oh.
はい、お待たせいたしました。それでは、1曲目はバーボンストリートパレードという、元気な曲で、始めさせていただきました。2曲目は、ピアノの最近のボーカルを入れまして、Exactly Like You。
need to win my love again. Need to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miss Mary was on the phone. Please was black as shit. And I went home that meal last night. And then he started scratching his head. Oh, 8, 9, 10. I need to win my love again. I need to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you.
ちょっと面白い構成になってったと思います。ディパーマンスブルースでした。それでは次は、ちょっと雰囲気を変えまして、昔懐かしいというかセンチメンタルジャーニーなんですけども、今センチメンタルジャーニーですからね、ちょっと松本伊代ちゃんの、ね、いつも聞かれる。何十年前だろね。もっと古いセンチメンタルジャーニー。はい、やってみます。Thank you.
ご存知の方歌ってた誰かな誰かな知りませんマイマイティエリチエに違うよねあの辺の人それでは次はですねこのジャズストリートには課題曲というのがありまして今年はね、スイングしなければ意味がない It don't mean a thing といつか王子様がどちらかが課題曲どちらかをやるのが課題になっているんですけどもいつか王子様っていう感じでもないしちょっと笑うとこじゃないんですけど思わず一応ねどうなるかわからないんですけども It don't mean a thing をこの感じでやってみたいと思いますいつかおじいさまもうなってますなってますThank you.
ございます。なんとかなんとか、なんとかなんとか。ありがとうございます。皆さんのご協力のおかげで、なんとかまとまりました。はい、それではまたちょっと感じを変えまして、ちょっとメンバー紹介をさせていただきたいと思います。トロンボン、トロンボン、島村雄一。今日は大阪から友情出演です。ほとんどリハもないままこうやってやってくれてます。でその後ろが、佐伯恵美。彼女は唯一山口県民で下松にいます。でこれがバンジョーという楽器なんですけども、ブルーグラスとかカントリーで使うのは5弦なんですけども、ディキシーやミオレンジで使うのは4弦になっています。4弦バンジョー、福本勉。で今でトランペットが安井俊博。後ろ行きまして、ドラムス、なんか可愛らしい格好してるんですけど、はい、柳瀬文博。彼も大阪から友情出演です。ニューオーリンズジャズのリズムを叩けるドラマーというのは本当に数少ないんですけども、その数少ないうちの第一人者です。で、オンベース、河野秀夫。で、私が、クラリネット安井真紀です。今日はありがとうございます。はい、それではちょっとバラード風の曲を聴きいただきたいと思います。懐かしのニューオーリンズという曲です。Do you know what it means to miss New Orleans?
ありがとうございます、故郷のニューオーリンズに残してきた恋人を思う曲でした。それでは、いよいよ最後の曲になりましたけども、ボガルサストラットという楽しい曲をお送りして最後にしたいと思います。今日はありがとうございました。